防衛省が、イージスシステム搭載艦のガスタービンエンジンの選定で、ロールス・ロイス社の MT30 エンジンが決定、2機を搭載するという情報が入ってきました。今回は、イージスシステム搭載艦のいわゆる心臓部に、ロールス・ロイス社 MT30 ガスタービンが採用されたことについて見ていこうと思います。イージスシステム搭載艦にはトマホークも乗せるようです。中国が日本を警戒しているのは分かっていますから、海保も尖閣に女王型巡視船を建造、浮上基地として戦略を打ち出しました。防衛省は、日本の今後の弾道ミサイル防衛 BMD を支える新戦力として、2024年度防衛予算に、イージスシステム搭載艦2隻の新規建造費用3731億円を盛り込みました。海上自衛隊が配備している8隻のイージス護衛艦というのがありますが、イージスシステム搭載艦という名前は、この2つを区別するために使われているのです。紛らわしいですが、別物と示す必要があるようです。当初から、イージスシステム搭載艦が、日本の BMD 担当艦艇として企画されたわけではありません。2017年末時点で、アメリカから、陸上配備型イージスアショアを2セット分購入することが決まっていたのです。イージスアショアは、翌2018年、1セットずつを、秋田県と山口県の陸自演習地に配備、展開する計画でした。日本の国土全体への BMD を担当することが期待され、それに伴い、該当地域への説明会等も実施されていたのですが、話題になったように、説明会の内容は、不親切でいい加減なもので、地元住民の理解を得られるものではありませんでした。なんせ説明する防衛省職員の居眠りの様子がニュース映像として全国放映されたぐらいです。まともに仕事をする気はなかったと思われても仕方ないでしょう。2020年6月、当時の河野防衛省は、イージスアショアが、弾道ミサイル迎撃用ミサイルを、予定地の演習地から発射した場合、ブースター部分が近隣に落下する恐れがあるので、中止すると発表しました。イージスアショアのプログラムソフトが回収できれば、ブースターの落下位置を制御可能だったかもしれませんが、BMD の体制整備は、一刻を争う課題とされていました。つまり、時間が足りないと判断したわけです。イージスアショアの導入を諦めた代わりに、2020年末までに、同兵器のミサイルシステムを艦艇に搭載することに変更しました。こうして、新たに、イージスシステム搭載艦2隻を建造することになったというわけです。イージスシステム搭載艦は、建造決定後に、従来のイージス護衛艦のほぼ倍以上の規模の排水量になることが示唆されました。その理由は、陸上配備型だったイージスアショアのレーダー等の機材をそのまま搭載するために、艦隊の大型化が必要という見方があったためです。また、イージスアショアの代替として、海上の艦艇に乗せる場合、波の影響で、艦隊に強い揺れが発生する事態を回避するため、できるだけ大型化して影響を最小化する目的とも報じられました。しかし、イージス護衛艦に比べると大きすぎるので、実際の艦隊行動を想定した場合、現実的ではないと判断されたようで、実際には、それほどの巨体とは言えないサイズに落ち着きました。とはいえ、現行のイージス護衛艦と比べれば、基準排水量でも 1.5 倍になるので、西側諸国の駆逐艦等の水上戦闘艦の中では、アメリカ海軍のズムボルト級ミサイル駆逐艦に次ぐ大きさということは間違いないようです。さて、こういった紆余曲折を経たイージスシステム搭載艦は、防衛予算での正式名称は、令和6年の兜型警備艦と記載されているので、通常の海上自衛隊の護衛艦と同等と言えます。イージスシステム搭載艦の建造は、三菱重工業者が、1番艦、JMU ・ジャパンマリンユナイテッド社が2番艦を担当する予定です。三菱重工業者による1番艦は、2024年度に起工予定になっているとか。現時点では、2番艦の起工時期は未定ですが、最終的な収益の時期は、1番艦が2027年中、2番艦が翌2028年中とめされており、起工からは、およそ3年で実戦配備に至る計画を立てたようです。
こういったイージスシステム搭載艦は、2024年5月末、航空機及び船舶用エンジン製造企業として、世界的にも有名なイギリスのロールス・ロイス社から、機関部を受注したと公式発表がありました。ロールス・ロイス社の発表によれば、イージスシステム搭載艦機関部には、同社の MT-30 ガスタービン機関が、1隻につき2機実装されるということで、世界まとも採用例が多い MT-30 でも、この構成は初事例になるそうです。この MT-30 機関のアルファベットの2文字 MT は、船舶用の機関部マリントレントを示す頭文字の略称で、もともとは、同社の航空機用のターボファンエンジンのトレント800を船舶用に改修したものということです。トレント800は、ロールス・ロイス社の船舶用のガスタービン機関として最新のもので、海自の最新 A5A 艦モガミ型にも重機として採用されています。MT-30 ガスタービン機関は、イギリスでは、クイーン・エリザベス級航空母艦2隻、建造予定の26型グラスゴー級フリゲート8隻に採用されていますが、モガミ型だけで12隻建造が決まっている日本の方が採用隻数が多いのです。だからといって、優位になるというわけではないと素人は思いますが、それ以外の国ではアメリカです。フリーダム級沿海域戦闘艦16隻、ズムウォルト級ミサイル駆逐艦3隻で、特に、前者は、MT-30 ガスタービン機関を、世界で初めて採用した艦艇なのです。さらに、イタリアの強襲揚陸艦トリエステ、韓国の耐久級フリゲート8隻、オーストラリアのハンター級フリゲート3隻への搭載が確定していて、今後も増加が見込まれているとか。この MT-30 ガスタービン機関は、1機で、少なくとも、4万馬力後半から、5万馬力前半の大出力が発揮可能です。36メガワットから40メガワットの電力を供給する能力も備えているので、これを2機搭載するイージスシステム搭載艦は、電力供給に関しても期待できるはずですね。と言っても、もともと陸上配備型であった BMDO イージスアショアの代替となるはずのイージスシステム搭載艦に、イージス艦よりも強力な水上戦闘艦の任務を求めることには違和感を覚えてしまいますよね。日本は、近年、周辺地域の安全保障環境が変化したことを理由に、防衛力強化を進める傾向を強めています。毎年毎年増加する防衛費が具体例でしょう。特に、BMD 体制整備に力を注ぎ、2024年度防衛予算には、新たなイージスシステム搭載艦2隻の建造費用として、3731億円もの巨額を計上しました。イージスシステム搭載艦には、最先端のレーダーとミサイルシステムを備え、日本全土の防衛網強化が目的とされているようです。前述の通り、政府は地上配備型イージスアショアの計画を中止、海上展開が可能な艦艇へと方針転換しました。海上でのシステムは地上型より迅速に展開可能なので、防衛戦略についても、新しい次元をもたらす、ものと見ているようです。日本は、こうして、自国の安全確のため、防衛力強化に力を注ぐようになりました。新しいイージスシステム搭載艦建造を、その象徴的な一歩として歓迎する声も少なくはないようです。防衛体制が大きく変更することで、国際的な安全保障環境の中での日本の位置づけが強化されると期待する向きも多いようですが、逆もあり得ると心配する声も無視できませんね。増大に歯止めが効かなくなっている防衛費に不安視するのは、外国政府だけではなく、重税に苦しむ日本国民という事実もスルーしないでほしいものです。防衛省は、新たに建造されるイージスシステム搭載艦に、ロールス・ロイス社の MT-30 ガスタービンエンジンを採用し、各艦に2機ずつ搭載することを決定しました。これらの艦は、トマホークミサイルの搭載も予定されており、日本の弾道ミサイル防衛、BMD を強化するための重要な役割を担うことになります。2024年度の防衛予算には、このイージスシステム搭載艦2隻の建造費用として3731億円が計上されました。これにより、
日本は、以前の地上配備型のイージス・アショアから、より迅速に展開可能な海上艦艇への戦略を転換し、国の防衛体制を一層強化することになります。